大変お待たせいたしました。エンディング発表会、本当に大変お待たせいたしました。いつでしたっけ。もう遠い昔のように感じます。2016年の4月4日、私はエンディング動画に飽きてしまった。エンディング動画に飽きてしまって、エンディング動画の募集をかけたところ、なんとありがたいことに、なんと2100個ものエンディング動画をいただきました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。この動画を出した時、当初はですね、もう本当に動画を作るのって大変なんで、なんか多くても100個ぐらいかなと思ってたんですけども、もう本当にありがたいことに2100個もの動画を送っていただきまして、僕の想像をはるかに超える量でこんなに時間がかかってしまいました。本当に遅くなって申し訳ないです。これ多分ですね、僕だけじゃなくてウームの人とか他の人に手伝ってもらって協力してみれば結構すぐ終わったものだと思ったんですけど、まあ、エンディング動画っていうのは僕のチャンネルのエンディングなので、やっぱり僕のために作ってもらったので、責任を持って僕自身が全てのエンディング動画を見ることに意味があると思ったので、応募してくださった動画は僕が一人で全部責任を持って見ました。なかなかね、こう時間が取れなくて、なんとか空いてる時間にもう一日何個でもいいのでちょっとずつ見て、ようやく今日という日を迎えることができました。今回で僕のついにチャンネルの新しいエンディングが決まります。今使ってるエンディングがいいという声も多いんですけども、まあ、僕自身が飽きちゃってるんで、これを機にエンディングをバシッと変えちゃってもいいのかなと思いました。まあ、こういう感じで全ての動画を見させていただいたんですけども、全ての動画に番号を振って、良くも悪くもいいなと思った動画の番号だけをピックアップしていきました。良くも悪くもね、ここは重要です。というわけで本当は全部紹介したいんですけども、そういうわけにもいかないので、僕が選び抜いたこのちょっとすごいと思った、良くも悪くもね、おっと思った動画、良くも悪くもおって思った動画を今回はみんなで見ていきましょう。僕もまだどれにするかっていうの決めてないんで、今回でちゃんと見て決めようと思います。本当にもう4ヶ月かけてやった動画だからさ、頑張った俺、みんなありがとう。では行こう。まず1個目です。不採用。もうこんな感じでどんどん見ていきますよ。次行きましょう。お湯丸を使ってたんですよね、これは。主役がお湯丸みたいになってますね。もうなんかね、チャンネルの趣旨が変わっちゃってますね。ホラーチャンネルみたいになってるんですよね。いや、最後完全におかしいでしょ。これね、すごいよくできてるなと思ったんですよね。うん、シンプル、こういうのは僕好きです。結構フィンってそっちか。おこれすごいんですよね。なんか手書きというか手作り感がすごいなと思いました。ありがとうございます。次です。不採用。もうこれはね、顔がもう完全にサイコパス。おーおーおーおお、すごい、これはすごいな、うまいと思いました。おお、すげえよ。おお、なんか文字の出し方がこううまいんですよね。次行きましょう。両サイドが違いますよ。もう誰のチャンネルか分かんなくなってきちゃってるからね。おー、パッと出る感じがすごい。あんなマリリリのあそこだけこんなのおもちゃなんてあるんすね。次、一言。おー、うまいうまい。ここに前回の動画を入れるっていう作戦ですね。不採用。この後はよくできてんだけどね。なんで最初にもやし持ってきたかな。お、いいよいいよ。よく回ったね、あんなに。おーおー、あー、おーおおおお、おお、木彫り状態のやつだ。これすごいよね。どうした。もうすげえ臨場感が半端ないっすよ。うわー、至近距離でも美しいっすね。おお、いいよいいよ。猫ちゃんが、おお、いや、ほんとよくできてるよ。おお、結局高評価かい。
いや俺じゃないからね。怒られちゃうよ俺が。わあ落ち着いてるね。いいよ。やっちまったな、不採用。お、いやすごい、うまいうまい、よくできてる。次です。おお、かわいい。うわー不採用。うおーすげえ、かっけえ。おお、かっこいい。ありがとう、新人さん、ありがとうございます。さあさあさあ、バナナでフィンって書いてあった。ま、めっちゃバナナのやつ、もうこのツイッターのやつとか完全にチンコじゃねえか。他のバナナとかもなんか全体的になんかこれ俺のアイコンにもチンコみたいになってんじゃん。もう下ネタばっかり、不採用。お、カエルだ。あら、ヤンキーみたいになっちゃってんじゃん。お、クマのスライムバージョン。おお、ダークネス。おお、なんでこの画像にした？うおー、壊れちゃった。この曲みんな好きなのね。わあ、でもすげえ綺麗だな。すげえすげえすげえ、ありがとうございます。な、うまい、よくまとまってる。うまいな、みんな本当に。うわ、うわ、びっくりした。俺惹かれてんじゃん。うおうおうおお、おすげえ、うまいな。おお、よくできてる、すごいすごい。おお、かっこいい。やっぱすごいね。おお、何最後のフィニッシュ。もう僕の情報が詳しく載ってますね、ここに。次の方、この方はですね、音楽なんですよね。音楽を作ってくださった方です。いや、すげえよ。映像だけは他の人で採用して、BGM もこの人のこのちょっと舐めた音楽で採用するっていうのもちょっとありかなとか思ってます。次。そことそこ、これ怒られるよ。おいおい、なんでここ採用した？おお、すごい。おお、おお、なんかこのファミコンというかこの感じ好きなんですよね僕。すげえ。おお、うわ、目が動いてる。すごいんだよな、このクオリティが。いい感じ、いい感じ。なんでみんな裸のやつ使うかな。おお、すげえ。おお、すごいすごい、シンプル。おお、かわいい。おお、すごい、うまい。おわ、すげえな、おしゃれだな。最後 !3D だ。民族感のある音楽でしたね。かっけえ。もうすごいよね、クオリティが。うわぁ、やべぇな、これは。うわぁ、うまい、うまい、うまい。すごい。整ってるなぁ。走ってる。すげぇなぁ。もうなんかアニメーションですよね、ここまで来ると。うえ、うわ、待って、すごすぎでしょこれ。うーわ、
これは俗に言う才能の無駄遣いです。うわっ、うわっ、口が割れちゃってんじゃん。ねえ、キモい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 けどすごいっす。かっこよ。俺じゃないよ。おお、おお、うわ、シンプルで好き、こういうの。おお、ゲームボーイ感が。おお、すげえ。なんかアニメ調のやつ好きなんですよね、結構。終わり。おいおい、バカ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 、やめろやめろやめろ、チャンネル登録よろしくじゃないから、ほんとに。コマンドタイプだ。すげえ、戦ってるね。共有してね。おお、すげえ。よくこんなの作れるなって思いますよ。おっ、うわっ、すげえ。バカ野郎、またチンコ出てきたよ。うおマイクラですね。ああ、死んでもうた。ねえ、なんなの、こいつの採用率高くね。おお、空飛ぶカエル。ゴキブリもいるじゃん。実はね、まだやっと半分ぐらいなんですけども、もうね、どっちかというとね、後半にもなかなかすごい人たちが多かったんで、後半もかなり見どころがあると思います。後半すごいから。